ちょっと増やしたら飲めるようになったんですよ。うん、あんまり嫌がらなくなったんで、やっぱり口当たりよくいいのかなと思って。なるほどね。じゃあ、まあ今回もその量で、はいはい、ブドウ糖が 400mg かな、0.4g 増やしたんでね。はい、はい、じゃあ、クロちゃんから、調子はどうですか。まあまあ、元気ですね。はい、色はまあまあしっかりしてますね。しばし、はい、今ね、サイズ、食欲元気あるかサイズも、元気よく泣きますね。泣いてますよね。はい、口呼吸もなしで、で、まあ、ライトを当ててるんですよね。当ててます。20時間ぐらい。はい。はい、で、まあ、日光に当てれるときは、当ててます。はい。当ててるときは何分ぐらい当てるんですか。2、3分ですね。2、3分でもね、指ぐらいでは全然いいですからね。やっててください。はい。はいはい、じゃあ、うんちの数とかはどうなんですか。最近、うんち数えてないな。だいたい前はもう50から60、50から70の間って感じですね。体重が、こんな感じで、これが白で、こっちが黒ちゃん。24.0 から26.4。まあ、安定してますよね。25.0っていうところもね。はい、最近ね、白がね、体重が軽くなってね。この子一番重たい時28ぐらいあったんだけど、はい、それがクロちゃんとね、1グラムも差がないぐらいの時があってね。これ多分21じゃない、24ですよね。あ、うん、ですね。おそらく4ですね。はい。25で24から、でも26なんだ。うん、まあ6切ることはまずないんですけど、夕方はね。朝なんか、軽いなぁと思って24だから一緒ぐらいになってるね、体重。そうなんですよ。2g か 2.5g ぐらい差があったんですけど、なるほど。シロちゃんはありません。あります。元気は元気なんですけどね、なんかちょっと体重だけちょっとそんな感じで。色はどうなんだろう、くちばしとか。はい、じゃあ、ちょっとこれ撮影させてください。はい、チロちゃん。髪変えた方がいいかな。めちゃくちゃよく見なければ悪くないとかね。ピースターも言わないんだったら。なんかちょっと、くちばしはまあまあ赤みあるけど、アイリングはどうなんでしょうね。若干薄いかな。これね、なんていうかな、プラスチックのね、水浴びのケースあるでしょ、ケース越しに撮ってるから、ちょっと薄く見えるかもしれない。まあ、実際見ると、クロちゃんと同じぐらいの色してますね。うん、ですね。むしろこの子のが、アイリングは、はっきり赤いかなっていう、僕はそう風に見えますけど、ちょっとね、ほぼ同じようになる。調子悪くなるとね、ここの色抜けてくるしね。くちばしの根元も薄くなる。特に心臓大きい子の場合はね。
やっぱり、まあ、でも朝は大体 あんまり良くなくて、血色良くなくて、で日中活動するときはやっぱり良くなって、うん、動いてるときね。あ、そんな、そんな感じ。そんな違いはありますか、見てると。うん、朝方はあんまりやっぱり良くない。わかりました。で、まあ一緒ですよね、ライトを、まあ使って。一緒の感じで。カゴ2つ並べて、この真ん中にライト当てて、いう感じでやってるんで。はい、で大体その手前の止まり木に庭とも止まってるんで、でそれに合わせて光の位置を当ててるんで。わかりました。それからあとはシロちゃんのうんちはどうです？こっちもやっぱり60、シロの方が、まあ、若干あれかな、多い、うん、いや60…1 割増しぐらいですね、黒の、はい、なるほど、60、80ぐらいで、はい、80ぐらいですかね。なるほど、はい、わかりました。まあ、お聞きしたいのが、はい、白を、ね、出すと白はクロちゃんが好きで、いつもクロちゃんの声のカゴにへばりついてるんですよ、はい、そうするとクロちゃんが勘違いして尻尾、はい、振り出すんですね、発情して、はい、なので、まあ、そうなったら、まあ、ちょっと引き離すようにしとるんですけど、うん、まあ、それは知らないですよね、勝手に発情するのは。そうね、だからそのままにしとくならよくないもんで。クロちゃんってさ、一番最初卵住まいで見えたでしょ。そうです、そうです。その後で卵産んでない、産んでない、一切産んでない。あ、でそれが一回っきりなんですね。です、です。あ、だからまた産むといかんから、そのまま発情を続けるとね、お尻プルプルとしてるもんで、いかんいかんいかんってすぐ引き離すんですけど、その方が正解ですね。あ、やっぱりね、うん、で多分シロちゃんって男の子の可能性が高いじゃないですか。シロちゃんはさえずらないからメスです。メスでも、この産んだことはあります？ないですか？ないです、もちろんないし、ないけど全然さえずらないから女の子だと思います。シロちゃんはさえずらないんだ。うん、さえずらないっていうのか、オスってさえずるじゃないですか、でもメスもさえずらんこともないけど、やっぱ違います、さえずり方は。いや、さえずるっていうのは普通にチッチッて、はい、泣くので、はい、オスはこう、なんか歌みたいにさえずるじゃないですか、あれが一切ないんで。なるほど、うん、あれ、オスでもさえずらない子っているんですか？いや、さえずると思いますよ。ですよね、なるほど。まあ、じゃあそこはクロちゃんが発情したとしてと、その刺激で産卵するかもしれないかな。女の子同士なんだけど、なんか勘違いか。いや、でもおっしゃる通りで、そうなったらちょっと、なるべくそういうのは。でも、シロはね、もうちっちゃい時からもう体大きくて、で、動きもなんか俊敏で、この子絶対男の子だなと思ったら、さえずらんから、メスだわと思ったね。難しいとこなんですね、そのさえずりだけで判断するのもね。そうですか。あと、くちばしの根元でさ、がっしりしてるからして、スラッとしてたら見せて、それもなかなか難しいし、あと触ってこのお腹のとこ、胸骨と骨盤のこの距離がね、長ければメスだし、短ければオスだしとか言うけどさ、そんな差なんで多分1ミリぐらいのもんだと思うんですよね。なかなかね、雌雄鑑別ってめっちゃ難しいんですよ。まあ、明らかにさ、赤星で、未赤星で、ローマ君の色が違うとかね、花の色が。そうするとね、まあ明らかに。それでもたまに違うことありますもんね。男の子のローマ君、男の子って青だけどさ、女の子肌色だけど。ホルモンバランス異常で青だけど、時々色が抜けてって、卵産んでたら、先生、女の子ですよっていうケースもあるから、100% ではないんだよね、外見から見ても。普通はね、健康な子はね、こんな1歳、2歳過ぎたらですね、卵を結構産むんですよ、
で、まあ、あの別に1話でいても無精卵で、うん、無精卵で、はい、だから無精卵を2つから7個ぐらい、うんうん、その毎日か1日おきぐらいで、あの巣箱がなくてもなくても、産む子もいますね。でもまあ福野ちゃん産むと多分ね調子悪くなるから、なるべく産まさない方がいい、産まさないようにしてるんです。そうですね、はい、また詰まっちゃうといかんもんね。そうですね、1個目に詰まるってことはさ、なかなかしんどいよね、うん、はい、わかりました。じゃあまたあの A の薬ね、はい、で前の、はい、同じブドウとのようでね、はい、作らさせてもらいます、はい、そういう、あの、本当最近は簡単に取れるから動画があると分かりやすいですね。じゃあ、まあ、あの、心臓とか肝臓とか腎臓の機能を高める薬と胃腸が薬が入ってますね。はい、はいはいはい、じゃあ、失礼します。はい。